岡の街中にあふれるバス。西日本鉄道西鉄はおよそ2500台を保有する日本屈指のバス会社です。一見綺麗なバスですが、長い距離を走った古い車両も少なくありません。こちら福岡の街を13年間走ってきたバスで、走行距離は62万キロです。しかし後ろに回ってみますと、ここにあったはずのマフラーが見当たりません。時間を遡ること半年。去年11月、バスがあったのは北九州市の工場です。バスの後ろから取り外したのは巨大なエンジン。2ヶ月後、エンジンがあった空間には大きなホースが。ちょっとバッテリーが、乗るところで、血栓ついて線をつないでいって回路を組み上げていくっていう、これから難しいこと段階に入っていくかなっていうところですね。古くなった車両を電気で走るバス、EV バスに改造しようというのです。コロナでですね、大変厳しい環境にあったんですが、それにあたって脱炭素は、それなりの投資もかかるので、どう対応するかというのを悩んでいたところだったです。EV バスなら CO2 の排出が4割減ると期待できます。新車を買うと1台およそ4000万円。バス全体の1割でも100億円に達します。たどり着いたのが EV の部品を買って改造する方法。3割安く抑えられます。とはいえ簡単ではない EV への改造。西鉄が自前で取り組めるのにはある理由が。西日本車体工業というバスメーカーがグループにあったんですけれども、そこで設計に携わってた人間がまだ多数在籍をしています。バスの運行会社でありながら車体も作っていて、当時の技術者が残っていたのです。戸本さんもその一人。私が入社した時からずっと付き合いのあるボディなので、私のバスの人生、このモデルと一緒に歩んできたと言っても過言ではないです。今回課題となったのがバッテリー。1つ163キロが10個あり、以前より1トン重くなります。エンジンのあった空間に置くとバランスが崩れます。こちらに2つ、こちらに4つっていう形で、前後で分配して配置する必要があるので、室内にどうしても置く必要が出てくるんで。古いバスが EV に変身しました。入り口付近に白い箱が登場し、通路がちょっと狭くなって席も3つ減りました。新しいけれど62万キロ走った EV が誕生しました。一般のディーゼルエンジンと音の大きさを比べてみると、電気バスに改造するということで、ちょっとでも長く使っていただけるっていうのは、個人的には嬉しく思っております。今後は改造費用をどれだけ抑えられるかが課題になるかと思います。西鉄は再生可能エネルギーの分野にも進出しました。グループで発電も行っていき、 EV バスにも供給する計画です。生まれ変わった EV バスは6月にも走り出す見込みです。他社のバスの改造も受けよう考えで、古くて新しいバスが全国に広まるかもしれません。